釈迦ヶ岳釈迦ヶ岳登山口だよ。な、何メートルですか？100弱。ここが396メーターって言ってるね。海抜396ある。じゃあ、600、じゃあ700メーターぐらい登るのかな。登るとのことだよ。よし。登り始めたんだけど、湿度がとても高くて、ちょっときついね、不快な感じだね。でもまだ全然登ってないから、これからだから、ね。川はあるよ。あ、これさ、何、どういうこと？これ本当は川がないところに川があるのかな。もともとそういうものだから。川を当たった。これ？バス停？ま、間違えてってこと？これ？これっぽいね。こっちに行くらしい。急だね。てるんだけど、結構急でちょっと辛い。暑すぎるということでレインウェアを脱ぐと。ちょ、俺もいやまだ耐えれるかな。耐えるかな。雨はこっから降るんだろうか。かなり心拍が上がってる感じがする。あ、長谷さん汗がいっぱい出てるよ。すげえ出てる。暑いのよ。暑いよね。で、再スタートだよ。まだ始まったばっかだけどね。今、ナウ。え、ちょっと待って、どこにいんの、そんなのが。わあ。ちょっと、これが山昼だよ。山昼くっついてるけど。え、わかるの？それ感覚的にわかる。なんかかいいなって言ってプニってしてるもんで。こいつが。ああ、ゾワゾワゾワ。え、それどうすんの？まだ登り始めて20分だけど。暑くて厳しい感じになってきたよ。尾根を歩くみたいだよ。まあ、こっちは山というか下る方向、こっちも下る方向だから尾根なんだね。録画が止まっちゃったんだよね。やけどバッテリー挿したら残量 56%。 まあしょうがないね。よし。あー辛い。結構しんどいっす。ちょっと日々の運動不足ですね。かなり急じゃない？辛いよ。ちょっともっと軽量化が必要だわ。これは、え、でも何も入ってないんだけどな。おにぎりが重いのかな。おにぎりを軽量化、体に取り込むことで軽量化しますか。ちょ
っと荒ぶって、あーこれなんか写真の感じだね。違和感あるよ。この山は岩でできてんの？これってさ、どうやってできた山なのかな？噴火しないよね。火山とかいないよね、これ。火山じゃないよね。これ隆起なの？よ、言い聞かせよ。いや、今結構心拍上がってるんだけど。下らない方がいいんだけど、この部分登らないといけないわけじゃん。もう一回登れる？いやー、これ辛いな。めっちゃ登ってる。ちょっと一段一段がでかくて辛いね。はい。わあ、ちょっとさ、めっちゃ大きくなってるよね。いないよね。元気に育っております。それ、その人お腹いっぱいになったら離れるの？離れてくんじゃないの？鳴滝小場。でも滝はないらしい。なう、815m。急な階段ね、わーきついね。すげえ階段が見える。階段なの？あ、100% 超えてるね。シャドウ 100% 超えですと。873だから。いい感じ。もしかして一休みじゃね。確かに膝がしんどい。膝が死んでいる。やばい、膝がやばい。あ、この、あ、でもだいぶ見えたね。ああ、あれ、え、あれ？てっぺん山頂なのかな。あれ？あれが坂かどうかわからん。ちょっと iPhone で見てよ。こっちじゃない。これじゃない。これじゃない。こっちであると。どっちなんだろう。あっちだったらさ、ずいぶん、でもそうかもしれないけどさ。ぐるっと回ってくる感じ。多分あそこ道なんじゃと思うんだけどね、あの、お姉のところが。絆創膏貼る的な。いっぱい飛んでんな。わあ、結構血出てるね。ここがあれなんだよね。登ってく道。2カ所やられてる。なんだろうね。血だまりか。何やってね。それ、今ちょっとだけ、今一緒なんだよ。固まった状態じゃないと。粉で、粉からさ、後でビニール袋に水と粉と入れて揉んで、で、みんなでくる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 丸めて焼いて。そんなことある？あるある。でもね、今言っちゃったね、あれ。理にかなっていたかと言われるとね、まあ、カレーはうまかったですけど。理にはかなっていなかった。なんだろうな。労力に対して得られるカロリーがというかさ。労力、まあだいぶカロリー使ったと。かなり時間かかるんだよ。元気は良かったよ、うんうん、あ、すごいね。よく見えた。お、いいね。遠くまで見えるな。あれ、今日雨降ってないじゃん。降ってないじゃん。あれ、四日市か。あ、四日市っぽいね。あるだったり。これは名古屋港か。あっちかな、四日市は。あの煙がいっぱい、黒い煙が出てる方。よ、でもなんかあそこ発電所っぽいよね。海っぽいよね、でもあそこ。発電、でも石油の火薬の保管能力。これ、釈迦岳かな。ここ登るのがちょっと心配だね。レッツラゴー。レッツラゴー。この先、岩場、迂回路。こっちが迂回路ってこと？意味がわかんない。あ、こっちが迂回路。ここ行くのは岩場だから迂回路こっちにありそうな行ける気もするね。
どっちが正しいの？さっきの冗談で言ってさっきの岩の、あの岩のとこに行ったの。こっちが迂回路であろうと。初心者向け。初心者向け？あれちょっと無理だったよね。丸打ったもんね。迂回しないルートじゃないの？この右。あ、こっちの右？プロルートや、プロルート。プロルート。こっちじゃない。なんか登ってんだよね。よし、だるいっす。あれまた迂回路って書いてあるよ。また迂回すの？あー、これダメな感じだな。だね。あ、でもあっちなのかな、まだピンク。まだじゃない。あれが猫だか鳩だかでしょ、きっと。あれ帰りあっちから帰る。あっちをぐるっと行く感じなんだけど。どういうことだろうね。あそこのなんか尾根を多分歩いていくんでしょ。テク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 。あって。山頂、あ、これ階段じゃん、山頂って書いてある。山頂ではない、山頂ではない、最高点。山頂という概念はないわけ。ちょっとここでは逆不足だ。山頂の今出てたか。あれ、山頂来た。あれ、棒立ってねえじゃん。一般人が立ったんだよね。これ三角点。おお。1092、1069って書いてある。よしよし。シェルトっていうらしいよ、これ。これ何？テントの仲間？タープみたいなの？まあ近い。や、屋根ができるのこれ。やばい時に避難する。ギバーク、できるやつ。素晴らしいな。下はね、お、いいね。ここを野営地とする感じだね。素晴らしいな。ペペロンチーノの匂いがする。ニンニクの香りが。よし、そんなわけでご飯を食べて降りるかな。降りる確かに降りるんだけど、降りるんだけど素直には降りない。しんどいよ。猫は？ずよ、降りすぎ。マジで。猫岩じゃん。山じゃないの。
岩猫だけだったんだね。猫だけちょっとすげえ長い。猫だけに来た。はぁって言ってね。はぁ、ちょっとね、すげえ虫がいるからね。何なんだと。え、次は次、もうこう鳩があんの。また降りて登る感じ。でしょうね。また、ちょっとだるいね。いいよ、よっ。じゃあ、もう一回降りて。鳩はどこにいんの。鳩は見えないのかな。え、そんなに遠いの。あ、見えないっていうのは、ただ木があるから。これ鳩。こいつなのか、あの奥なのか。こいつの奥に、先見えるのが。あ、この奥になんかあるの。そこかな。奥まで行くのかな、しかし。ルート的に。あのでかいの。ここまで行けるの。あ、あそこにロープウェイがあるの。ロープウェイ降りてきても。これハトじゃない。あれ、また下って。これハトじゃなかったら、また下りがあって、また上りがあってことだね。からおよそ、あ、これ赤で描いたんだよね、きっと。あれ、これハズじゃねえんじゃない。本当にもうハトハト詐欺。じゃあ次、あれで。あれかな、あのミネかな。あれがハトだから。これハトなんじゃね。暑いな。なんもねえじゃん。あ、看板がある。あー、鳩ではないさそうだね。マップで行くと、まあ、すぐっつってもそのマップがどこまであってなるから。マップすぐ。猫から鳩までの距離がそんだけで結構歩いたよね。まあそうだね。まあすぐかな。まあすぐだね。1時間っていうとこかな。まあ、あと10分もかかる。下まで1時間ぐらいだろう。鳩まであと10分ぐらいで、そこから1時間ちょいで降りる感じ。いいかな。よし。まあ、で、入り口どこだよ。鳩まで行って、鳩からこう降りて帰ってくる。ああ、なるほど。うん。まあ、こっちから降りてってもいいけど。鳩までは行きたいね。うん。鳩を過ぎて、下って、駐車場。うん。よし。どんぐらいなの。あとはでもすぐだよね、そのマップで行くと。まあ、すぐっつってもそのマップがどこまであってなるから。マップすぐ。猫から鳩までの距離がそんだけで結構歩いたよね。まあ、やっぱ登るのかな。え、鳩。ああ。鳩、鳩峰。あ、いい。お、ありがとう。ハットって書いてある。リピリサークルだ。あれ、ハートだ。あ、これハートミネだよ。ハートだけにね。ハートか。ハートってこと。ほら。ほら。ハート。ハートじゃねえこれ。
ハートだからハートだよ。いや、だからこれはあと降りるだけなんでね。あと降りるだけだ。降り口はあの石板を見ようよ。これはとりあえず行っとかないと先に進めないんじゃない？あれ、わかったこれ。うん、こっちっぽい。こっちっぽい。あ、谷コース？谷コース。谷コースに。風がなくなって湿度が上がった分より暑い。暑いな。ここで戻ってこう、猫からハート結構あるね、はい。ここスタートだよね。こう行って、こっち。ここ。そこが釈迦？白毫。白毫。で、ここが最高点で、はいはい、ここが三角点。ほんほんで戻って、戻ってこっち行って、猫。猫。で、こう行って、鳩。鳩、鳩遠いな。で、降りて、降りた。あで、多分この辺がさっきの滝、あのロープが。で、アスファルトについて、アスファルト長えな。アスファルト長かったね。って感じ。はい、そんな感じ。あまあ、予定通り。